安倍総理大臣も全員すぐにやめろってことです。
彼のメモには自分が勝手にやったことじゃなくて財務省の指示なんだって書いてありましたよ。このままじゃ自分のせいにされるって書いてありました。なんでやりたくもない不正に手を貸した人が自ら死を選ばないといけないんですか。なんで人が死ななきゃいけないんですか。おかしいでしょ。政治家の指示で財務省がやったんでしょ。なんで実際にその解散に加わった人が死ななきゃいけないんですか。責任取るべきはそれを指示した側の政治家でしょ。佐川を証人喚問したからってそれで終わるような問題じゃないですよ。ちゃんと真相をきちんと解明してきちんと責任を取るべき人が責任を取ってください。4番でしょ。そのために私たち今日も声を上げていきましょう。